All right, thanks for checking out Chris's Room. この愛せる仕事にたどり着くための4本シリーズのビデオを見てくれてありがとう。今日はですね、この3本目、働く環境、どうやって自分が求める働く環境にたどり着けるのか。本当に好きな時間に働いたり、通勤時間が短いところで働いたり、優しい、楽しい人たちと働きたいとか、どうやったらそれができるのか、ちょっとね、このビデオでバカーンと説明したいと思います。でですね、この愛せる仕事に出会うにはの4本シリーズ、本当にですね、この大切な4つのポイントを1本ずつカバーしてきているんですけれども、1本目は好きなことを仕事にした方がいいよって、で2本目が得意なことを仕事にした方がいいよっていうことで、あのね、1本目覚えてます？好きなことを仕事にしようよっていうの。この間も夜、あるラーメン屋さんで、ね、ラーメン食べてたら隣に、ね、サラリーマンの、まあ、40代半ばのサラリーマンと、で、なんか65歳、66歳、7歳ぐらいの引退した先輩がいたんだよね。で、二人が話してるんだよ。そのサラリーマンの人が、いやー仕事辛いんですよ。仕事本当に好きじゃないって言ってて。で、この引退してる幸せそうな先輩が、お前なー、仕事はな、人生で一番大きい時間をかけるもんだよ。仕事好きなもんにせんとダメだよ。いやー、でもね、僕はもう遅いんですよね。僕それ、来世、自分が好きなことを仕事に選びます。いやー、会社の仲間も同じこと言ってるんですよ。来世は、好きなことを仕事にしようって。僕はもう遅いんですよ。そんなこと、ないぞ。そう。でね、好きなこと。これは本当にね、いつからでも、今からでもスタートできること。本当にね、年齢が年だからとか、僕は若すぎるからとか、本当に正直言ってあんまり関係ないと思います。本当に楽しく、自分がちょっとでも得意なこと。この組み合わせをしてやっていく。で、今日のビデオはですね、働く環境なんだよね。やっぱりね、働く環境、日本、特に日本はでかいぜ。いや、本当にね、僕もね、ブラック企業に見事にハマっちゃってね、永遠に好きなことなんて仕事にできない。もう本当にいつ人生終わってもいいんじゃないかっていう、本当にね、ダウンな時もありました。で、やっぱりね、この好きなことを仕事にできる。で、得意なことを仕事にできた。イエーイってなっても、ね、じゃあ転職しますってなって、どっかの転職サイトに行って、すごいいいイメージがあるところで面接して仕事を受かった。でも中がもう真っ黒。ね、開いてみたらブラック企業だったっていうケースも結構あると思います。で、それだったら辛いよな。好きなことで得意なこと仕事にしてるんだけど、もう本当にブラック企業で働く。でね、ここをちょっとね、ブラック企業で働くっていうのはすごい気をつけた方がいいよっていうことの一本だけ、一つだけコメントさせてください。ブラック企業だったら、働く環境としてすごい精神的なダメージを受けやすいところだと思うんですね。もう本当に人を大切にしない。ね、仕事を優先にして、社員を叩く。で、叩き方も広い。お前はできねえやつだ。お前は本当に最悪だ。もっと早く来いとか、もっとできるようになれとか。で、すごい長い、労働時間が長いっていうのもブラック企業の特徴の一つだと思うんだ。だから、本当にもう朝の8時、9時から夜中の1時、2時まで働いていて、で、それが週5とか週6の時もある。で、給料も本当に安くてやる気も出ない。で、そうなっちゃうと、逆にもう本当に精神的にも、まあ、鬱になったりする。のがすごい多い。で、プラス、休みが取れないから、自分が本当に好きで得意なことを、じゃあ、働いてない時にやろうってなっても、本当に難しくなっちゃうんだよね。本当にブラック企業は、自分が働きたくない環境として、要注意として、そこは本当に避けた方が心からいいと思います。だってね、最初のね、3ヶ月はできるかもしれないかも。でも、1年、2年、5年経っていくと、本当に、ああ昔好きなことを仕事にしたいって思ってたよな。でもそれなんて無理だよ。社会辛いよ。本当に人生辛いぜ。嫌なことやってお金もらえるもん。で、通勤時間も1時間とか1時間半片道。本当に疲れてて。で、上司からもね、叩かれる。そうすると気づかないうちに自分も部下を叩いてる。で、これが本当にね、引退するまで続いちゃって20年30年とか。ね、ひょっとしたら40年やって、で引退した後にさ、ね、65歳とかになってさ、今俺人生で何やったんだろうって、
本当にこんなことをやってしまってしまったとかなっちゃう可能性も本当にあると思うんだよね。これは実際に僕が感じたことで、本当に20代前半の時はやりたいことを仕事にするぞみたいな感じで、ちょっとナイーブでね、ビジネスのこととかも知らなくてわーとかやってたんだけど、実際に20代後半30代前半で意外とブラック企業とかにね入っちゃって、本当にこれが永遠に続くんだ、そんな好きなことを仕事にするなんてそんな甘い社会じゃないよって、で本当に夢を諦めた、もう心の希望を諦めて生活をしていて結構どん底な状態だったんだけど、まあ、僕は本当に奇跡のような感じで、どうやったのかは本当にわからないんだけど、復活できることができたんだけど、本当にこの1ミリの違いだったと思うんだよね。好きなことを仕事にできた、で今好きなことを働きたい環境で働けるようになった、やりがいを感じる仕事を毎日できる、本当にこの1ミリの違いで、そのまま普通にブラック企業で永遠にただ単の日本に住んでる外人のおっさんとして人生を過ごすことができたと思うんだよね。で、まあその 1ミリは何だったかっていうのはまた別のお話でね、機会があればできればと思うんですけれども、で、ね、ちょっと暗くなっちゃったね、上げていきましょう。 Alright, 上げていこう。 Alright, なので本当に愛せることを仕事にしてね、好きなことで得意なことで働きたい環境で、で生きていきたい人生 で誰かのためになっていく仕事をする、ね、やりがいを感じて誰かの問題を解決していって誰かを幸せにしていくっていう人生を生きていきたいんだったら、本当にこのシリーズを見てですね、でどうやって自分が愛せることで誰かのためになれるんだっていうことをビジネスの仕組みに入れていくと、本当にこれはできることなんですよね。でちょっと話を今日のトピックに戻らしたいんですけれども、今日のトピックは働きたい環境ね、ちょっと本当にこれが大切だよっていうのがさっきのちょっと前半の今の話で分かったと、お伝えできたと思うんですけれどもね、本当に好きなことを得意なことをやっててもブラック企業にハマってたら結構やばいぜっていうことなんですよ。じゃあどうやったら自分が働きたい環境で働けるようになるのかっていうのを説明させてください。まずね、これは自分がどのような場所で働きたいのかっていうことを考えないとわからないことなんですよね。自分で OK、 僕と会う職場はこのようなスタイルだ、僕が働きたい職場、僕が働きたい人たちはこのような人だっていうのをまず自ら知らないと探しにも行けない状態になっちゃうんですよ。なのでですね、まずせめて最初は3つのポイントでもいいので、これをカバーしてください。それはどのような職場で自分は働きたいのか、ね、このその中の3つのポイントを具体的にしていきましょう。例えばね、まあ僕の場合は1つ超大切なのは働く人のバイブレーション、ね、働く人のメンタリティっていうか、その人柄っていうところなんですよね。どういうことかというと、僕は仕事を優先する人じゃなくて人を優先する人たちと働きたいんです。人を、お客さんを、ね、お金の数字と見て働く仲間じゃなくて、お客様を人だって、それ1の数字じゃなくて、何万、この人から何万円の売り上げっていう数字で見るんじゃなくて、しっかりとお客様は人だよって、でそれを意識して働いている人たちと僕は一緒に仲間とチームとして働きたいんです。でこれはお客様だけじゃなくて働く仲間も同じなんだよね。例えば仕事を優先している人って、ね、例えば上司ができないとか部下ができない、特に部下ができないと、お前本当できねえな、それぐらいできるようになれよとか、そうやって仕事を優先してるから怒っちゃうんだよね。でも僕はそういう人たちと仕事したくないの。僕は部下で仕事ができなくても大丈夫だよって、一緒にやっていこうよって、ね、分かりやすく教えてあげるよ。で逆に僕はこの短い人生で君と一緒に仕事ができて超幸せだよって、俺ができること、ね、僕ができること何でも手伝うから
一緒に幸せをして、もう本当にあなたと一緒にいるだけで最高だよっていうような人たちと僕は働きたいんだよね。で、その自分がやっている仕事でどうにか世界を良くしていきたいと思っている人と、自分がやっていることで世の中をもっと良くできるように、もっと幸せに、もっと人が楽になれるように、もっと痛い辛い経験が世の中から少しでも減ってくるように頑張ってたい、そのために僕は人生で仕事をやっていきたいっていう人と僕は働きたいんだよね。それがその人柄っていうか、人のバイブレーションというか、それが僕について、この働く環境、働く人たちについて一つすごい重要なポイントなんです。でね、もう一つ僕が働く仲間、働く環境で大切にしていることは、これはワークフローを大切にしている人たち、ね、仕事のシステムだよね。ワークフローのシステムをビジネス化として大切にしている人たちと働きたいんです。The E-Myth っていう本を聞いたことありますか？または E-Myth Revisited、これはマイケル・ガーバーっていう人が英語で書いた本なんだけど、これはもう本当に世界で100万部以上売れている、すごいビジネス的な、僕はまあバイブルみたいな感じで尊敬している考え方を説明している本なんだけど、まあどういうことかというと、ビジネスの作業を、ワークフローをシステムにできる人たち、それを優先順位している人たちと僕は働きたいんです。まあ、簡単に説明すると、例えばマクドナルドってあるじゃん。マクドナルドに行くとね、東大の博士がビッグマック作っても、ね、本当にノーベル賞を取ってる人がビッグマック作っても、中学校のアルバイトをやっている子がビッグマック作っても、同じビッグマックが出てくるんですよ。でなぜかというと、ビッグマックのやり方はシステムになってマニュアルになってんだよね。だからノーベル賞を取った人が、いや俺はね、これね5分15秒焼くんだよ、でちょっと胡椒多めにするのがうまいのって、そうじゃなくて、いやこういう風にビッグマック焼いてくださいっていうやり方があって、システムになってるわけよ、ワークフローのシステムが。だからどんな国に行ってもビッグマックは同じ味で出てくるんだよね。でこの、まあ、僕がいつもしつこく言ってる、どんなビジネスにもある5つの共通点ってあるじゃん、ね、サービスまたは商品、マーケティング宣伝、営業で商品かサービスのデリバリー届けることで、最後はこのファイナンシャルマネージメントなんだけど、これをシステムにしていく、ワークフローを楽になっていくように。でこれシステムになると次のことをできるんだよね。毎回新しいことをやろうとしてると、結構仕事って楽じゃなくて、脳をいっぱい使って結構疲れちゃったりとか大変になっちゃうんだよね。でこれを、この5つの部分を全てシステム化に行って、もっと楽にみんなで早く帰れるように、こういうふうにスマートにやっていこうよっていう感じで働きたい人と、僕はすごい働く環境で重要している一つのめっちゃ大切なポイントなんです。で僕が働きたい環境の中に入る3つ目のポイントなんだけど、それは働く時間、働く環境もちょっと入ってるんだけど、働く時間についてなんだよね。本当に僕は自由にいつでも来れる環境、ね、自由にいつでも帰れる、本当に自由に好きな時に休みを取れる、まあ、これは本当に責任を取ってね、ビジネスがシステム化になってフローになってて、自分がやることとかが理解してたら、本当に好きな時に休みとかも意外と取れるようになるんですよ、システムになっていると。で本当にこの間とかも1ヶ月ね、休み取ったりとかして、ね、ま、それを僕は結構大切にしているんだよね。で個人的に僕は昼寝とかもしたいんですよ、まあ、どういうことかというと、まあ、通勤時間に入ってくるんだけど、通勤時間大変だよね。本当に1時間とか1時間半とか満員電車に乗ってると、本当になんか僕はすごいそれ苦手なんですよ。で昔は会社に住んでたのね。会社の半分ぐらいを自分が住む場所にして、で残りの半分を事務所にしてたんですよ。でこれでね、意外とね、僕の通勤時間がね短かったんです、というかなかったんだよ。これはね、これが 4,5 年できたのかな。だから結構ね面白い経験をできて、でその時は本当にもう本当に朝5時とか5時半に起きて、でそのままねロードバイク乗って山の近所のところにホタルの
ね、ホタルが現れる、なんか水が流れてるすっげー広い公園があってさ、そこでジョギングしたりヨガやったりして、でそのお家に帰ってきたらちょっとジャーナリングとか瞑想やって、もう本当に7時とかからはもうコーヒー飲んですっげー深いクリエイティブな仕事とか始めることができたんだよね。で本当に1時とか2時になったら OK じゃあ4時間休憩取るねとか言って、またロードバイク乗って多摩川さ、いろいろツアーやったりとか、あのジムに行ったりとか昼寝したりとか本読んだりとかで結構で、まあ、4時5時とかになると、まあ、1時間2時間ぐらいちょっと働いたりとか、そういうのも実際にできたんだよね。まあ、今はちょっとあの引っ越しして通勤時間が電車の時間が14分で、これもね結構ねやっぱりあの14分の電車乗ってても僕としてはやっぱりちょっと疲れるんだよね。僕はクリエイティブな仕事が一番僕の、 あの大切なところだと思うので、やっぱり個人的にはチャリで通勤したいなとか思ってて、今度事務所移転するときはもうちょっとチャリで近い方にできるようにしたいなって今感じてるんだけど、まあ僕の場合はこの3つのポイント、あの働く人のバイブレーション、働く人の人柄、やっぱり誰かのためになりたい、人を仕事を優先順位にするんじゃなくて人を大切、人の方が仕事より大切だって理解して生きている人たちで、ビジネスについてはスマートなワークフローにして働いていきたい人たち、だからコミュニケーションとかもそうだよね。でやっぱり働く時間と環境を大切にできるところで働きたいというふうに僕は感じています。で、あのこの話を聞くとね、いやそれ無理っすよって思う人もいっぱいいると思うんですよ。で実際に10年前僕がこういう目標を作った時に、いや正直言って無理でしょっていう気持ちはありました。でも意外とできたんだよね。でなぜできたかっていうと、それは僕が目標にしてたからだと思うんだよね。どういう環境がもう本当に宝くじに当たって何でもできたらどういうところで働きたいっていう感じで、もう最高だったらこういう場所がいいなって、で最初はただ思ってるだけでもいいんですよ。でこういうことをちょっと頭の中に入れていくと、あこういうところ改善したらできるじゃんとか、で今度転職してる時に、あこれチャンスじゃん、こんな場所、自由に働ける場所って、あこれ俺が求めたところだよとか、なんかチャンスみたいに現れてくるんだよね。で本当にこれを知らないで、ね、そんなの無理だよって思って考えもしないだったら、やっぱり人生では出てこないと思うんですよ。どうしてもちょっと出てくるのが難しいと思うんだよね。でも自分の心の中でこういう場所がいいなっていうのを知っていたらもっと出やすくなってくると思うんです。でね、本当にこれを知っていると転職するとき、またはこのビデオを見ている人たちは起業する人もいると思うんだよね。で起業すると自分でこういうところを作っていけれるんですよ。それも一つちょっと置いておきますね、うん、で人生っていうのは急に完璧にならないっていうことを多分ご存知だと思うんですけれども、働く環境、好きなことを仕事にする、愛せることで生きていく、これも急になることではないんですよ、ね、人生っていうのは徐々良くなっていくんだよね。で完璧じゃないんだよ、ね、でも自分の視点を変えると、この完璧じゃないところがある人生、これいいなって、でこれについて感謝をできること、ね、今のこの完璧じゃないかも人生かもしれないけど、目標もあって楽しくて辛いこともあるけど、ね、それを今を愛せることもできるんだよね。でこれはちょっと面白いショートカットで、目標にたどり着いたら人生を愛せるぜ、で売り上げが上がったら、最高の職場に行ったら愛せるぜ、 100% 人生を愛せるぜ。でそれこういう感じで生きていると、実際に例えば、ね、自分の好きな職場に着くわけよ、で働く環境とかできるわけよ、でも何かがまだ足りてないのね。例えばサラリーが低いとか、ね、なんか別のところの人生で問題が出てくるわけよ。で今度こういうタイプの考えてると、OK、じゃあ今度サラリーが上がったら俺人生楽しむぜ、ね、ちょっと家庭の内容が良くなったらまた楽しむ、ね、で家庭の内容が良くなっても今度、ね、テレビ54インチを74インチにしたいとか思って、よっしゃテレビ74インチにしたら本当に仕事楽しむぜみたいな感じ、なんかね、この次の次の次でこれになったら人生を楽しむっていう感じになっちゃうんだよね。
で、ここのショートカットはここに行かなくても今のところを楽しんでいく、今の場所を 100% だって、ちょっとね、嘘ついてもいいかも、嘘ついちゃってもいいかもしれないから、今を楽しんでいくんだよ。今がいいなって、この旅がいいな、まだ目標を言ってないけど今結構最高だぜ、悪いことあるけどこの程度の悪いことでよかったぜ、いやこれマジいいぜって、でこれを練習するんですよ。これは習慣にしていくんですよ。でそうするとあそこに行ったらもっと夢が叶ったら自分の人生最高だなっていうのをちょこ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 ってやって、今の人生結構いいじゃんっていう風になっていけるんだよね。でそうするとそのここに来たら幸せになれるんじゃなくて、もう今にいると幸せだから、だからね、結構やばいこととかが起こったり、いいことがいっぱい起きたりするんですよ。なので僕が言いたいポイントは、いや仕事を理想の環境で働けない限りは幸せになれないんだっていう考え方を変えていこうねっていうのがちょっとしたこのポイントです。でね、本当にこの人生で残っている時間、本当に幸せで楽しく人を愛して生きていこうって僕は本当に思っております。はい、でね、やっぱりこの理想の環境にたどり着く時に、こういう場所がいいなとかね、こういうところがいいなって思うじゃん。ね。でね、やっぱり自分が何を求めているかっていうのを理解していないと、そこに行くのが本当に難しいと思うんですよ。やっぱりちょっとね、これ深いよ。これ2回聞いてもいいかも。理想の環境にたどり着きたいんだったら、理想の環境は何かって理解していないといけない。理想の環境がどういうのがいいって知らないで、それが人生で現れるかって、どう自分の理想な人生に今なってる？ダイエットとかも同じじゃない？いや僕は理想な体がこういう風なんですって言ってダイエットやって筋トレとかやって理想の体になった人とかいないかな。勉強もそうかもしれないよね。僕は東大の受験を受かるんだって言って、まあこれちょっとハードル高いか、ごめんごめん。まあこういう高校の受験とか大学の受験受かるんだって言って、その理想を考えてたどり着いたっていう経験ない？逆に何もしないで、何も考えないで、ね、完璧ですって、今の人生完璧ですっていう人、いないよね。よく考えると。ね。で、自分の心の中で何が一番大切なのかっていうの。ね。なんで愛せる仕事に出会いたいの？なんで大好きなことを仕事にしたいの？なんで楽しい環境で働きたいの？なんでお金いっぱい欲しいの？とか。なんで？よく考えると中に、ね、一つの答えがあると思うんですよ。でそれは辛い経験がない世界っていうか、幸せがあって永遠に、あ、今で大丈夫なんだ、良くなるんだって、ずっとこれから良くなっていって、何も心配しなくていいんだ、良かったっていう、多分そこにたどり着きたいんだなって、まあ、僕は本当にそういう感じているんですよね。そういうなんか愛が溢れる世界っていうか、ね、でみんなそれを求めてるんだって僕は本当に感じてるんで、それをなんか伝えようとしているのが僕のなんか仕事っていうか、なんか僕のなんかやってることっていうか、そうなんだよね。でね、この一つね、大切なポイントはね、自分の理想がね、特に働く環境とか仕事とかでもいいよ、住む環境とかでもいいよ、自分の理想が手に入るか入らないかは別として、あなたは理想を考えて思って望んでいいんですよ。理想を願うっていうのは、あなたは人間として許されていることなんですよ、ね、正直言って、このビデオを見ている人の中には、
ね。そんなバカなこと言うな、クリス。お前、甘いぞ。理想の職場なんてねえ。人生知らねえやつだ。って思う人も、一人か二人はいると思うんですよ。そんなバカな好きなことを仕事にするなんて、ね、幸せに生きていなんて、危険危険危険、バカな考え、バカな考え、危ない危ない危ない、こんな話聞いちゃダメ、聞いちゃダメって思う人がいると思うんですよね。でね、もしあなたがそう感じたら、僕はそれよくわかるよ。本当にそれよくわかるよ。だって自分が望んでいることができなかったらめっちゃ悲しいもんな。それができなかったらな、辛いよな。な、だからさ、せめて、まあ、そういうね、理想の仕事とかできないかもしらんけど、せめて自分はさ、ちょっとミスるところがあると思うけど、そこら辺ちょっとでいいから許してやってさ、で他の人とか出てきてさ、な、そういう人たちもちょっとでもいいからさ、いい声でさ、こんにちはとか、なんかちょっと可愛がってあげるとか、な、で自分をね、ちょっとでいいからさ、許してやってさ、応援してこうぜ。な。OK。Alright。じゃあちょっとね、復習なんだけど、愛せることを仕事にしていくには、やっぱりこの3つ目のポイント、愛せる環境、働きたい環境を考えていく。ね、具体的にこの、ね、自分に対して、まあ、せめて最低3つのポイント、自分が大切だって思うところを明確にしていくといいと思います。でですね、次はね、ちょっとね、これどのような会社がすでにそういう環境なのかっていうことを見ることです。 Alright? なので転職するときに、この会社は自分が求めているところにをやってるのか、ね、ちょっと近いのかっていうことを考えていきましょう。でもちろん今の会社で働いてて、自分と、まあ、仲間とかこういうの働いて、もっと早く帰ればいいよね、もうちょっと自分のワークフローをシステム化にしたいよねってなって、上司と相談する、今の会社で少しずつ よくしていこうっていう考えもすごいいいと思いますので、本当に極端な話で、よし今の仕事を辞めて次の仕事が完璧になるぞっていうのはないですからね、ないですからね。人生っていうのは徐々良くなっていくので、それはちょっと、まあ、我慢するっていうか、それはね、ちょっとね、今いいところを見つけてください、自分の人生で、ね、ちょっとでいいから、でそこにフォーカスしていく。で僕のおすすめは、夜寝る前に今日いいことがあったことを3つジャーナル、紙にメモ帳とか iPhone でもいいよ、3つ簡単にこれは良かったなって、それを夜と朝3つだけ書いてると、ちょっと自分の人生がもっといいところがもっと輝いてくると思います。そうで、あと会社ね、仕事転職するときとかはインターンシップがあるっていうことも忘れないでください。これは無料で働かさせてもらう、1ヶ月2ヶ月3ヶ月そうやって働いて、その企業その業界の知恵を学ぶ、それで成功している人たちから大切なポイントを学ぶ、そうすると次の転職もしやすくなるし、ひょっとしたらその会社で自分を雇ってくれるっていう可能性もあるのを忘れないでいただければ幸いです。日本ではあんまり知られてないインターンシップっていうことです。 Alright、 ちょっとね、余計な勉強タイム、イエーイ、余計な勉強だ。 Alright、 自分が理想だっていうことを明確になって、でもし転職が必要になったら、転職が必要じゃない時もあるからね、ね、もし転職が必要になったら、その転職先を探すときにですね、ちょっと頭に入れといて覚えてもらいたいことがあるんですよ。でそれは 90% の場合、あなたが働きたい会社は広告をかけてない可能性があるっていうことなんですよね。わかったかな、ね、働きたい会社は広告出してない、 90% は出してないよって、出してるかもしれないけど、一応頭の中で考えておくのは、広告を出してない可能性が 90% だっていうふうに置いときましょう。でそうすると会社に直接、自分が会社に会いに行く、自ら行動を起こして働きたい会社を見つけていくっていうパターンをした方がいいと私は思います。もちろん中には広告出してるケースもあるよ、
ね、あのアンとか、ね、ウェブの転職サイトとかに載ってるあの可能性はあります。で特に年収あの800万1000万以上の場合は結構あの前のビデオで転職サイト使わない方がいいよって言ったんだけど、まあ、ちょっとよく考えてて本当にやっぱり 年収1000万とか800万とかそういうレベルに行くとやっぱりあの転職エージェントはしっかりあなたのためにも働いてくれるのであの結構ねあのすごいいいサービスを出してくれると思います。うわ今すっげえハードル作っちゃったね。ねえ OK ポイントは OK 自分が働きたい会社は広告出してない可能性があるので自らどういう会社なのかっていうところを探しに行きましょう。でねたまにねあのそういう会社を見つけたらメール送ればいいんだって思うかもしれないんだけどこの逆にこのメールを送るときはしっかり書きましょう、ね、みんなあの日本語の敬語を使おう ね。なんちゃらなんちゃらと申します、どうぞよろしくお願い申し上げますって書こうね。うん、あの本当にねなぜ自己紹介メールで自己紹介を送って、ね、自分で、ね、なぜそこの会社で働きたいのか、ね、どのぐらいのスキルを今持っているのか、どういうことが自分ができるのか、でどのぐらいの努力で働けるのか、ね、で最後に今は募集されてないと思いますがもし募集の機会がありましたらどうぞよろしくお願い申し上げます、私のことを考えていただければ本当に幸いだと存じ上げますとかなんかかっこいいさ日本語の敬語つけてさそういうふうにメールを送ったりただ単にね今雇ってますかよろしくお願いしますとか雇ってますかどうですかとかそういうメールをある会社の info@なんとか会社.jp とかに送ると多分返事は来ないと思いますよ。なのでそこら辺もねちょっと余計な勉強なんだけどそういうところもちょっと頭の中に入れときましょう。 Alright! なのでですねこの愛せる仕事と出会うにはの3本シリーズを終了させていただければと思います。本当にね最後の最後の最後なんだけどこれだけ言わせてください。人生にはあなたにはね人生あなたの人生あなたには君にはあなたにはいつも2つの選択はいつもあるんです。一つは今のままで生きていくこと。何にも買わないで普通のようにやっていくこと。これはいつでもできます。で、もう一つは今を愛すること。今のいいことを感謝すること。もし今悪いことがあったら、いやーマジこの程度でよかったよ。本当にこれ以上悪くなくなったってよかった。この程度でよかった。ね、本当にこれを何回か言って、本当にこれはね斉藤ひとりさんのこの間の本で読んでたらね書いてあったんだけど本当に聞くと思うんだよね。悪いことがあったらいやこの程度でよかったこの程度でよかったって4回ぐらい言ってよかったよかったついてるついてるって言ったりとかね I am so lucky このぐらいで終わって本当によかったって。で目の前にいる人たちこの人たちを愛すること、愛していけること、自分を愛していける。今一人ぼっちだったら自分がミスしたらいいんだよ。人間中のはミスするもんなんだよ。それでいいんです。何にも悪いことはしてないんです。ミスなんです。それだけなんです。良くなります。自分を愛してあげてください、ね、自分の応援団はナンバーワン応援団は自分だでいいんだよ本当に。で人を応援してやっていこうぜ。で仕事を優先するんじゃなくて人を優先していこうぜ。残りの人生な、ちょっと楽しく、ね、みんなと一緒に、ね、なんかもっと人がよく生きていけるような星にするようにさ、ちょっと愛を込めて生きていこうな、っていうのが私の最後のポイントです。All right. いや、本当にね、このビデオを最後まで見てくれて、本当にありがとうございます。I love you guys. で、次回のビデオですね、この4つ目。仕事っていうのがある。好きなこと、得意なこと、働きたい環境でやっていく。でもね、人生っていうのはね、仕事以外のこともあるんですよ。じゃあどうやってその人生を生きていく、それについてお話しさせていただければと思います。で多分ねこのような長いシリーズはこの4本目が終わったらもう本当に最後になるかな、まあ、最後にはならないと思うけど結構ねこれから短いショートビデオで、まあ、週何本に上げちゃうとかそういう感じでね結構ね来月はすごいことがクリスの部屋のチャンネルで起こります。やばいぜ、自分の人生にとってもマジかよみたいなことが起こる予定が入ってるんでね、
それもちょっと楽しみにしていただければ幸いです。 Alright, I love you guys. You guys are the best. 今日も楽しくやっていこうね。ありがとう。 Alright, でまあいいや OK. Alright, 天気また楽しくなっちゃったね。はい、この子の名前は何だったっけ。パコパコポケ村、ポケ、ちょっと違うぞ。 Alright, ありがとう。 Alright, thank you guys. I'll see you guys. Love you guys. じゃあね、ありがとう。 Woo!